時にどうやって花火を見られるかなって笑う顔に何ができるだろうか傷つくことを喜ぶことを繰り返す涙情動焦燥さ終列車の音何度でも言葉にして君を呼ぶよ何も選びもう一度どう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 二度と悲しまずに済むように服部息を舐めば消えちゃいそうな怒りがきっとまだ胸に住んでいた目の汗が溢れた 未来は密かに二人を見ていた Thank you for watching this video, guys! Don't forget to hit the subscribe button and follow my Twitter! Bye-bye!